Good morning, good afternoon, good evening. 安河内哲也です。皆さん元気に勉強してますか？今日も勉強法のアドバイスです。もちろんここで皆さんにアドバイスする内容は私の試験に基づくものです、ね、これが皆さんに合っているかどうか、それは皆さんの自己判断で選択してください。そして自己責任で勉強を続けてくださいね。自分をしっかり持って勉強を続けてくださいよ。さあ、今回のアドバイスはこちらです。発音できない音は聞こえないというアドバイスなんですけども、これ私もね、なかなかこのリスニングができなくて苦しい思いをしてきました。今でもそうですね。アメリカ英語でやれば結構聞きやすいんですけども、ちょっとずれたね、発音になってくるとすごく苦労します。オーストラリアの発音、インドの発音、イギリスの発音、いろいろありますよね。でまずは、まあ、基本的な英語の聞き取り、その部分で言えばですね、まあ、アメリカ英語の発音皆さんね勉強されると思うんですけども、まあ、最初はねなかなかねスタンダードな英語でも聞こえないですよね。でこれねずっと聞いてるだけではなかなか聞こえるようにならないんですね。このタイトルにもある通り、発音できない音は聞こえない、ね、これよく覚えておいてください。まあ、もちろんね 100% 完璧に発音できなきゃ聞こえないというわけではないんですけども、まあ、ある程度はその発音ができないと聞き取りができないということが起こります。間違った発音で覚えると音がすれ違うんですね。さあそこを説明していきましょう。単語や表現を間違った発音で何度も読んでいると耳がその発音を覚えてしまうんですね。どうしてもスペリングで最初やってしまいません？まあ極端な例を言うと、中学生の時にスペリングを覚えるために Wednesday っていうのをウェドネスデイって覚えませんでした、ね。まあ、それと同じで、例えば恐竜ってありますよね。恐竜って英語でダイノソーって言いますよね。でこれをディノサウルっていうふうに読んで覚えてると、ディノサウル、ディノサウルって覚えてると、聞き取る時にも恐竜っていう時にはディノサウルって言うんじゃないかなっていうふうに思い込んじゃってるわけですよ、自分が。それが例えばそこをね、文の中でダイノソーって言われるとわからないわけですよね。もちろん自分がそう思い込んでるわけです、自分の発音で。でこれはもう極端な例なんですけども、個別の音に関してもそれが起こるわけですよね。 ING の発音とかそういったことに関してもそういうすれ違いが起こってしまうということです。で、英語を聞こうとする際に耳は自分が常に発音して聞いている音を探しに行っちゃうわけですよね。それがネイティブの音とすれ違ってしまうという現象が起こるわけです。じゃあどうすればいいんですか？皆さんが勉強するときに、簡単なことですよね。正しい発音で英単語や表現を覚えるということです。まあ個別の単語の発音もあります。そしてあとは英語はリエゾンとか有声音化とかいろんな現象が起こりますよね。で単純なことですよ。ネイティブの音を聞いてそれを真似する習慣をつけるということです。そして英語を覚えるときには発音にこだわって覚えていくということですね。もちろん最初にもお伝えしたように 100% 完璧にじゃなくてもいいんです。それはね難しいかもしれないです。でもネイティブの音を真似なくちゃいけない、それに向かっていつも自分の発音を直しているという習慣をつけると、ね、常に耳はそのネイティブの音を求めてそれを探しに行くわけですから、まあ、自分自身の発音が、まあ、例えば 70% でも 80% でも発音にこだわっている人っていうのは耳が良くなっていくわけですよね。実は私も発音にこだわらない勉強を長い間続けてましたから、若い時はリスニングがすごく苦手でした。でも発音の勉強をしっかり始めたことによって耳が良くなっていったんですね。だから皆さんも発音の勉強するとそれ実感されると思います。今回もご視聴いただいてありがとうございました。 Thank you for watching. Remember, practice makes perfect.